おはようございます。おはようございます。いや、やっぱり矢沢すごいな、ここに来て、うん、12月恒例、そうそうそう、2日とも行ってきまして、うん、やっぱすごいな、74歳に見えもな、すごい。でもあれやね、現役で続けることがすごいね。すごいよ、休まんのや。そう、もう休んでほしいわ自分の方が年老いていく。いや、ただもうチケット取るも大変やし、大変やし、うん、一苦労するし、うん、でもやっぱり行ってしまうのよね、行かなあかんからな。そうやな、うん、死んじゃは行かな。もちろんもちろんもちろん、うん、ええとこで見れたし。あ、そうなんや、うん、スタンドやけども、うん、横の方やから、もうもろも前の方やったし、うんうんうん、で次の日はあのスタンドの真正面やったから、もう全体見れて、うんうん、もうよかった。じゃあ俺はもうやっぱり行かなあかんね。そうやな、高齢やからな、うん、そう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 、で、うん、まあ、全国から集まってくるしな、信者が。そうやな、あれ全国追っかけてる人もおるの。おる、全部行くっていう、うん、だから2023年18箇所やったけど、うん、全部行こうとしてもチケット取れへんそう。そりゃそうやな、取れたら奇跡やな、うん、そうそうそう、まあまあまあ、いつまでやるのか分からんけど、でも言うてたよ、ずっと歌うて、うん、うん、そのポール・マッカートニーとかミク・ジャガーまでやってるから。そうやん、ローリング・ソーンズやってるから。まずあの人らやめてくれやんと、ええじゃやめへんのちゃうかな。そうやな、うん、言うてたから。そうやな、海外アーティストってすごいやな、生き長いな。そう、そう、そうやね。だからもうちょっと、もう年も年だしな、無理せんでええのになとか思いながら、まあ行ってきましたけども、まあいろんなも見たよ。ええちゃんなんか日常普通どんな生活してんやろいや、見たいようで見たないな、なんか見たいけども見たないな。なあ、だってイメージ狂ったら嫌やもん。どんせやな、普通にスーパーとか買い物行ってたらな、タマでおったら嫌やん。スーパータマで行ってたらどうすんの。おらんわ絶対いや気ぃつけへんじゃん、やっぱり。でもそんな気ぃつけへんじゃん。行ってみようって思うことないんやろかね、こう、あの、なんていうの、変装して。あ、そら、うん、あると思う俺は、うん、そういう気持ちは、気持ち、うん、だからほら、なんかね、もし社長がなんか、貧乏人が集まる飲み屋行きたいと同じような気持ちはなるんちゃうかなとか思ったりして。そうやな、うん、体験してね、刺激やん、すごい。うちに来へんからな、飲みに。ここに、うん、ええちゃん来へんかな。変装して、うん、来てるかもしれへん。来てへんかな、あんなこと言えない、来てへんわ。あんなこと言えない、マジで喜んでねいや、でも来たらむっちゃ緊張するかな、どうやろうな、普通に対応するかな、俺。来たら、うん、ここやったらどうやろな、もしもふっと来ました、一人でな、ふっと来て、うん、どこ行ってはったんですかとか、多分それ食べましたやろ、固まるやろな、一瞬な。多分、普通に対応できるか、失神して正面一ビルとか極端やと思う、俺、うんうん、言葉を失うやろな、せやけど。そやろな、神様怒られたらびっくりするもんな、そんな。そやね、神様、生きてるうちはいいけど、もしおらんだったらどうする。あ、もうな、その質問は愚問なのよ、もう考えたくない。いや、これさあ、うん、日本中が闇落ちせえへん。いや、そんなもしもことがあった時に、うん、俺はもうに日本の企業がちょっとしばらく止まると思う。うん、そうやんな、うん、裏っ子でになるよね、うん、その日。いや、まあまあ、その、まあ、企業の偉いさんでも矢沢ファンの方もそうおるから、うんうん、そんな日に会議なんかできへんやん、うん、うん、当然ここも休むしそりゃ、漏れなくな。1週間休む1週間休む1週間休むねんな、うん、喪に服する意味で1週間休んで、うん、ほんで一人でこう飲みながらずっと映写見てると。そやな、うん、そうなってしまうぐらいの立場の人だと思うよ。そやな、そやすごい、うん、そやね、うん、なんかああいうことをやってきてはる。ああいう人はいてない。いてない、これからも出ない、うん、絶対出ない。出えへんな、うん、どうにもなれへんな、これな、うん、そうそう、もうあの人の一番できる人はおらへんと思うし、もう無理やわな、あの時代もあるよな、その当時のな、はい、もちろんもちろんもちろん、うんうん、だからいろんな説もあんねんけど、うん、我々はそう思ってるわけ、うん、で、以下行った人があの矢沢ファンやなっていうのも感じたよ、うん、普通のサラリーマンの人とかでもよ来てて、ほんで聞いたら矢沢歴古いんですとか言ってて、うんうんうん、まあ、隠れ矢沢ファンみたいな人もおるよ、ま、隠れな、うん、あんまり露骨にわーわー言わない人もいてはったりとかして、うんうん、意外と情報類っておもろい、うん、でも A ちゃんはまあ漏れなくその時代を生きた人は大体全員が好き、うん、嫌いな人はおらんわ、うん、もちろん、うん、大体もうみんな他の人の不安でも、うん、ね、A ちゃんの話したら普通に入っていける、うん、どこまで乗り込んでるかっていう話だよね。そうやね、うん、漏れなくみんな好きだわな。よかったんだ、最後いつもロックで終わるんだけど、うん、バラードで終わるよって久しぶりに。あかんね
それはもうファンはシーンってなるよ、その時だけ泣くよ。あ、すごいな。2日連続号泣したの。うん、バラード終わりって珍しいの。うん、久しぶりで、もうさすがやな。アコースティックではなくて普通のバラード、普通の歌、うん、バラードし、もうそれはもうええよ、うん、でも言いたい、みんなにもう、うん、今見てください。今 見たいわ、見れんのやったら。うん、見てください。え、じゃあもうテレビ出えへんしな、もう最近。そう、一時よう出たかったんやけどな。出てないな、今最近。うん、まあツアーとか大変忙しいかもしれへんし、うん、昔は全く出えへんかったからね。あ、そうやな、うん、まあ当時はな。ほんで、もうほらガキの時、まあ淡路島やん、うん、ほんなら、情報が入れへんのよ、はいはい、ネットもないし。どうやってその情報が出てるんや。もうだから数少ないラジオの情報とかテレビも出へんし、うん、だとレコード屋さん行ったりとか。レコード屋さん行っとったな、うん、昔は。で、レンタルレコードがあって、うん、それ借りて、会社に買ったりとか。うわ、赤いやつや、赤いやつや。じゃあ、そのレンタルのおっさんアホやん。いやいやいや、アホとか言うもっといけへんやって、もう電話かかってけへん。あ、忘れてんの、うん、それはあかんな。そやろ、普通最初とするやん。矢沢永吉を帰ってけへんかったら言わんのな。なんで普通それ返さんかったら催促あるやん、うんうん、ないからもう一回これいけるかな、また貸してくれんねん、うんうんうん、これまた電話かかってけへんねん、うんうん、絶対ここやばい店やな、潰れよったわ。あ、そりゃそうやろ、そりゃそうやろ。そうそうそう、わざなもん時効の話やらせて思ったけどね、今何十年前の話だけど。そりゃ矢沢永吉の件なくなったらすぐ気づかな。そうです、ね、まあぜひ皆さん機会あれば実際の矢沢永吉を見てください、はい、お願いします。